今日はね、前に巻いたプチプヨの苗の管理をしていきます。この土とか含めて全部ね、この環境を、整えていきます。んで、これがプチプヨ、トマトの芽です。まだちっちゃいね、双葉で。隣に見えるこれ、これシソです。こういうのは抜いていきます。あとこの草か。こういう草ね。イネ科の草。抜いていきます。で、こういう作業を続けていきます。で、ややこしいのが、こういう双葉系の、草。トマトも双葉で、これも双葉だけど、これはトマトじゃないんで、抜いていきます。こういう見極めめんどくさいんで、ね、どんどん抜いていきます。で、ちなみにね、全部で出たのがね、11個です。40数個巻いて、11個しか出ませんでした。多分やっぱ種が小さすぎるんだよね、品種的にね。そういうところで失敗かな。もっと浅くするとか、あとちょっと巻いた後に、寒さが来て雪が降ったりして、いくらガラスのね、室内であっても寒くてさ、やっぱもう少し後に巻けばよかったなと思います。うちは加温してないんでね、加温って温度をね、ヒーター入れて温めたりとかそういうことはしてないんで、どうしても自然の気温になるんで、もう少し遅く巻けばよかったなという反省点です。まあ、あと半分以上種残ってるんで、それもう少ししたらまた追加で巻いて、苗を作っていきたいなと思います。で、この後、さらに作業あるんで、またちょっ とやっていきたいと思います。んでね、この次の作業なんだけど、この土、表面硬くなってます。大体。で、この表面硬いままだと空気入っていかないんで、トマトとトマトの列の間をフォークかなんか、今回この食用のね、果物食べるようなフォークでやってますけど、こうやって砕いてあげます。表面だけでいいです。あんまりかけはなくてもいいです。まあ今はね、根っこってまずまっすぐ直根伸びて、そこから横に伸びていくんで、まず最初にシュッとこう根っこが伸びて、その後横伸びていくんで、今の段階だったらまだ横伸びてないんで、深くやってもまあ大丈夫です。こうやってね、こうすると、雑草の予防にもなるし、土が水が通りやすくなる、空気が入りやすくなるっていうことで、根伸びも良くなるんで、これはぜひやってほしい作業ですね。で、これで中耕、中で耕す。ね、そういう作業が終わりました。そしたら、これ今度水やりね。水やりなんだけど、シャワーでシャーってやると、こういう、トマトの苗、トマトだけじゃなくて、何でもね、ピーマンでもナスでも苗作ってるとき、ストレスになっちゃうんで、頭のシャワー外します。ここに親指を当てて、完全に逆さまにして、で、ちょこっとだけずらして、ちょーっと、この中耕したところに、ちょっとやりづらいな。中耕したところに、水をあげる感じ。間、間にね。直接当てない。直接当てれば、ほんとそれがストレスになって、なんだろう、枯れたりとかっていうこともあり得るんで、で、こういう感じでお水をあげてください。で、水をあげる目安としては、夕方でも表面がまあうっすらと軽く湿ってるぐらい、ちょっと乾いたぐらいでもいいですかね。まあ、そのくらいあげといてあげてください。トマト自体は、結構乾燥に強い作物なんで、まあ、多少少なくなっても大丈夫です。多すぎると逆にね、湿気とかで病気になったり、カビ生えたりとかもあるんで、若干少なめでもいいんじゃないかなと俺は思います。今ちょっと少なかったので、もう一回ね、親指を当てて完全に塞いで、逆さまにして、ちょっとずらして、ピーっとこう、ね、上げていくと。
なんかこれ難しいことじゃないんで、ね、誰でもできることなんで。まあこんな感じで管理してもらえればいいと思います。で本場、これ今双葉だけども仕様とか言うんだけども、本場が2枚もしくは3枚、3枚までいかないから2枚 2.5 枚ぐらいでできたら、3号ポットに鉢上げして、本当そこからまたさらに育苗して花が咲いたら畑に植えるという手順です。でとりあえずこの管理を今双葉だけども、それを本葉が2枚超えるまでこの管理を続けてください。そうすればだいたい OK なんで、こういう感じでまたしばらく続いていきます。育苗はだいたいあと 2,3 週間かかるかな、青森の気温であればね。まあそういう感じなんで、こういう管理、中耕と除草と水やりを気をつけてやってみてください。